ターボーチャンネルのターボーです。本日、えー、紹介するミニカーはこちら。えー、64分の1、タイニーヒノ300のキャリアカー、香港限定になります。えー、これは、えっ、ー、と、アマゾンで購入しました。それでは、開封していきます。 中身は、こんな感じです。で、えっ、ー、と、じゃあミニカーを出していきましょう。はい。こんな感じですね。で、えー、前でがこんな感じ。はい。ちゃんと、えー、日野のマークも入ってます。 で、ミラーも、えー、ゴム製かなこれ。でも再現されてますね。るとないとは全然違いますね。それから、えー、前のヘッドライトも、ちゃんとクリアーパーツになっています。<laughs> 後ろはこんな感じ。で、えっ、ー、と、側面ですが、側面は、こんな感じですね。マフラーもちゃんと再現されています。 そして、このギミックは、前後左右に動かせられるのと、あとこれが、下がるのと、荷台が下がるの。で、ここにミニカーが乗せられます。えー、それから、これかなこの後ろのやつが、なんか、伸びる。ここの部分。うん。そのぐらいですかね。 それではミニカーをちょっと乗しみましょう。乗せるミニカーはこちらです。はい。えー、ミニ GT の64分の1日産スカイライン GT-R-R32 の、えー、BBS ホイール仕様のブラック。これを乗せてみたいと思います。はい。乗せてみました。 いやあ、実にかっこいいっすね。これ。で、ここに、あの、なんか、中国語かななんか、読めないんですけど、入ってますね。いや、素晴らしいっすね。これ、出来が。 それで、以前、64分の1のキャリアカーも、あの、紹介したんですが、こちらが、同じく l b ワークスのロゴの入ったやつのキャリアカーで、これが、えと、これも、ミニ GT とタイニーさんのコラボのキャリアカー。 それからもう一つ。こちら。こちらはタイニーの、日野かな日野ですね、キャリアカー。いや、これね、三つ並べるとやっぱね、かっこいいっすよ、これ。非常にね、よくできています。三台ね。ちょっと、画面には入りきらないかもしれませんが、並べてみました。 かっこいいっすね、これね。実にかっこいいですよ、これ。でも、三つともなんか白ですね、これね。あの、ボディ、かカラーというか、あの。いやー、かっこいいですね、これ。LB のやつもかっこいいんですけど、今日買ったやつもかっこいいです。 えそんなところで、本日購入し、本日 Amazon で届いたえミニカーを、ミニカー紹介を終わりにしたいと思います。